ろしくお願いします。どうもレゴラジです。本日はこちら、レゴスターウォーズの新製品、先月発売された新製品ですね。こちらゴールデンウィーク中に組み立てたセットとなります。組み立てに関してはそちらの動画をご覧ください。ただしね、ライブでダラダラ組み立てております。その辺はご了承ください。ということで、レゴスターウォーズ惑星ダゴバジェダイのトレーニングとなっております。価格は19,800円、ピース数は1000ぴったりとなっておりますね。製品番号75330で、ミニフィグはルーク、ヨーダ、R2 の汚れバージョン3体入ったセットとなっています。こちらがルーク・スカイウォーカーのミニフィグ、ジェダイの修行中ですね。この、ミニフィグ、このボディもね、見たことありますよね。今回ね、ライトセーバーはついてないんですけど、実はまあヨーダの家の中にね、ライトセーバーの絵が隠されています。で、こちらが R2D2 の汚れバージョンですね。これはね、お宝になるミニフィグですね。どのシリーズ、どのレゴでも、汚れているミニフィグっていうのはなぜか高値になる傾向があります。持ってる方は大事に取っておきましょうね。で、意外とね、人気ないんですよね。マスターヨーダ、ヨーダのミニフィグっていうのがね、中古でもかなり安く売られてるんでね、どうして人気がないのかね。可愛いのにね、こんなに。まあいいか。で、皆さんにね、お伝えしたいことがあるんですよ、どうしても。このセットなんですけど、名前はね、ジェダイの修行となってますよね。これね、名前の通りのセットで、組み立てるのがほんと修行のようにね、ものすごく細かい作業というか単純作業を永遠と繰り返すような感じでした。まあこういうの好きなんでね、レゴラジは全然修行でも何でもなかったんですが、この緑のね、沼の部分なんかは177個ダーッとね、埋めていくような感じだったり、この木もね、初めての人はね、ちょっと難易度高いかもしれないんですが、よくある木なんですけど結構大変でした。で、こちらヨーダの家なんですが、まあ中は暗くてよく見えないんですけど、一応ね、ちょこっと細かく作られています。ここにね、ライトセーバーの絵があったりします。あ、つかか。まあいいか。ということで、本日はレゴスターウォーズ惑星ダゴバジェダイの修行の紹介でした。最後に、もしよろしければチャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。